メガネしかない。ごめんなさい。はい、今回の動画、一番無事、エヴァンゲリオン。エヴァンゲリオンヒロインズやっていきます。イエーイ。前回のエヴァンゲリオン YS チャンネルではちょっとスルーしちゃいましたが、今回はしっかりやっていきます。やるよやるよ。はい、発売日1月15日土曜日より1回800円となっております、うん、今回のポイント、新ブランドのクォーターインパクト。はい、これ何ですか、はい、クォーターとは、こだわりの造形、質感、ディテール、その全てが驚異のスケールアップを、なんていうのこれ。今回のその対象となるフィギュアが A 賞 B 賞のアスカとレイのフィギュアになるんですが、結構でかいっす。でかいと思うよこれは。多分箱だけ見てもまあまあインパクトあるんじゃないかな。もうインパクトが。そして箱見てセカンドインパクト、おで開けてサードインパクトね。人類滅ぶぞ。人類滅んじゃうね。まあその前に俺らの引きが滅んでるかもしれない。じゃあそこは分かんないけど、なんかフォースインパクトね。フォースインパクト、ぐわうわC、D、E ですね。アスカ、レイに加えて、マリ。クッションがここにあります。はい。続きまして、解消いきますよ。F 賞、ハンドタオル選べる全8種。はい。で、ハンドタオルがね、炭なんですよ。もうちょっとよ。かっこ、よすぎくん。そして、G 賞が、書き下ろし色紙。全13種でこれも選べます。おーいいね、選べる選べる。 H 賞ラバーマスコットセット、これもなんと全8種で選べます。おーいいぞいいぞ。そしてラスト1賞、ラスト1バージョンのアスカのフィギュア、これは今回の企画、うん、フィギュア、うん、出るまで、うん、引いていきます。わー怖えロット内に5本しかないんで、うん、ここから引き当てるのなかなか大変だと思いますが、で全部で80本でしょ。まあでも常に確率あるんで、ゼロじゃないんで。そうだ、うん、運が良ければね、別にもう1回目から徐々に出ますよ。まあ見てろって見てろって。出た出た、 YS 節。ターゲットルーレットいきます。はい、いきますよ。はい、よし、はい、よし、はい、引け。いやいやいや、それは我々死んでしまうぞ。F か G か H を引いたら大変なことになる。あ、やばい。 H レイちゃーん、レイちゃーん、なんでいないの。5回。お願いします。はい、よはいよ。G、H か。出ないね。出ないね。そう簡単には。ああ、うん、はい。エビ。エビ。エビ頼む。エビよ。頼むぜ。新年。おめでとうございます。来た、おめでとうございます。あ、やったやった、欲しい人。その調子でちょっと B も一緒に。B も一緒に、仕方ないわね。よくは言わないから。いいだった。あ、いいってクッションやん。いいね、いいよ。わあ、よかった。あ、ばらけたばらけた。マジか、よかった。うん、嬉しい。最高。ちゃんと筋肉の押しで引けてましたね。やったやった。よしよしよし。どうした？痙攣してるよ。よかったじゃん。神引き。神引き神引き。最初の1周目の5回で、最押しのアスカ引いちゃってるよ。引いたもん。やばいね。めっちゃ嬉しい。まあ、一応ね、テンポね、何回か引かれてたんだけど、うん、あの上位賞自体全部残ってるっていうから、一応ね、あの何もないよりは確率は高かった、うん、けどそれでも引き当てたのはすごいと思う、はい、というわけで解消からね、また紹介していきたいと思います。はい、はい、それではまず H 賞のラバーマスコットセット、こちら行きましょう。でね、解消が全部選べるんで、うん、とにかく早く引いて、うん、ね、解消はもう出るんで、解消出るんで俺みたいに。なんでもう、もうさっさと引いて好きなあの柄をね選んで幸せになりましょう。なんかさ、これさ、うん、2つで1セットだから、え、結構お得感あるね。そうだね、うん、そうね。いつもだと1つしか手に入る。いつもだったらそう、ラバスト普通の、まあ、これよりむしろちょっと小さいぐらいのサイズのラバスト1個だけとかなのに、うんうん、これセットだからこれ2つ入ってるんですよ。
いや今回これお得ですね。まあ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 裏面こんな感じで、はい、はい、しっかりラバーになってて、でデコボコはあります。あるね、あります。はい、なんで表面ザラザラです。はい、いや薫君いいね。お、源藤さん、源藤さんもいいね。そうだぞ、なんとなく笑ってるもん源藤さん。うん、うん、心の奥底でなんて思ってるかね。おほ、迎えてくれてありがとうでしょ。うん、で薫君は多分これね、シンジ君を見つめてる顔ですね。はい、これやってんだよな。やってんだな。いや薫君やってんだ。はい、次色紙。いやつまんない人間だね。俺らワンパターンじゃね。ねえ、さっきと組み合わせ一緒なんですけど、すごいちゃんと固めの素材になってる、しっかり色紙ですね。はい、背景が今回すごいシンプル、うん、そう、うん、だからよりこのキャラクターのデザインが映えますね。映えるね。薫くんの単体だけもいたんだけど、まあ、やっぱねちょっとこの組み合わせがいいなと。多分ねレオナも一緒、この組み合わせ好きなんですよ。はい、続いて F 賞のハンドタオルでございます。袋から取り出すとよりすごいそうくっきりと迫力のあるこの墨の感じがかっこいいですね。めちゃめちゃね、ちっちゃいながらも、うん、こっちとか見てよ、このミサイル撃ってる感じがすごい伝わってくる、うん、すごい動きあるなぁ、ね、ただ暗いところはね若干やっぱインク塗ってるからゴワゴワしてるかな。はい、はい、続いてマリのクッション。はい、でこっちはね比較的ズームになってるデザインのマリさんがいて、裏面はちょっと後ろに引いたような感じ、全身が映ってますね。そうだね。ね、なので、うん、まあ気分によってこっちを表にしたりこっちを表にしたり、そんな使い勝手できると思います。まあ、ちょっと残念ポイントが一つ、ここは糸がねちょっとよれちゃってて、そういうところがもしかしたらあるかもしれないです。まあそういうのがあったとしても大事に大事に使っていけばきっと長持ちはしますので、ね、皆さん大事に使っていきましょう。当てた人おめでとうございます。キラキラと光る空、結構厚みが思った以上にあるんで、うん、ね、生卵落としても大丈夫。割れないっていうやつ、うん、ボヨンボヨン。ダメ。あとはここにレインボーで書かれてる、なんだっけこれ、マリマキナミレイルズルルルゼって書いてあるんですよ。書いてあるんですよ。これがすごいおしゃれだなって思いました。最後全然おしゃれじゃなかったっけ。ね、読めねえんだよ。もう、え、イラストリオス。はい、じゃあお待ちかね、最後にね、はい、A 賞のアスカラブレフィギュア開けていきましょう。イエイ、はい、早く開けて、うん、さっさと収録終わらせて。そうだね、俺は帰ったら昼寝をしたいんだ。お、編集とかそんなん知らん。よし、子守歌歌ってあげるよ。眠れ眠れ筋肉の膝枕で、組み立てが全くいらない、台座すらないっていうね。だからもうこのまま置けちゃうっていう。そうよ、こうね、あら簡単、あらびっくり、あらびっくりよ本当に。そしてサイズ感も思った以上にでかかった。あの箱はね、そう、箱のサイズがそんなに大きくなかったんで、うん、あれ思ったより小さいかなと思ったら、もうこの箱いっぱいに詰め込まれてたね。そうなのよ、見て僕のアスカ。僕のアスカと来たよこりゃ、はい、いいね。こういうやっぱスーツ姿ってすごいシュッと見えるから、そう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 、めちゃめちゃスタイルやっぱいいっすね。まあ元々いいんだけどね、アスカね。いや顔のこの作りが個人的にすごい好きです、うん、この表情めっちゃ可愛いじゃん。可愛いよね、うん、なんかこう、いやクオリティ高いですね。で後ろ側もちょっと下側がねちょっとクリアになってるんですね。そう、スケルトン、はい、あとこういうお尻のラインのこの、あ、この入り方とか、なるほどね、はい、さすが見るところが違うね。すごいいいなぁ。いや、かわよかわよかわよ。分かったよ。今お家でやって。これのレイも見たかったね。そうだね。っていうところですけども、まあまあまあ、とりあえずね、筋肉は自分のね、うん、推しを自分で弾けたっていうところはすごい良かったんじゃないでしょうか。そうです。はい、まあ、またね、エヴァの9時あったらね、今度は YS が頑張ってレイ弾くんで。お、あと、個人的な意見ですけど、玄道さんのフィギュア化、お待ちしております。こんなポーズ玄道さん。玄道さん。はい、というわけで今回の動画は以上とさせていただきます。最後までご視聴ありがとうございました。YS チャンネル、くじ動画たくさん投稿しておりますので、くじ好きな方はぜひ下からチャンネル登録と高評価、ポチッとよろしくお願いいたします。お願いします。ターゲットのラバーマスコットセットが、今回3つ当たったので、4名様に、ローソンで使える500円分のお買い物券を視聴者プレゼントします。うん、はい。応募方法はこちら字幕に書いておりますので、しっかり読んで間違いのないようにご応募ください。それでは皆さんまた次回の動画でお会いしましょう。せーの、じゃろ。世界は喜びが溢れている物語はいつも果てしない。